皆さんこんにちは。バーチャルeゲーマーの薄井です。今日も、お便りが届いています。読みます。パインをついばむカナリアの絵を描いていただきたく存じます。はい、パインをついばむカナリアですね。バーチャルeゲーマー、パイナップルはね。普通です。酸っぱいし。パインには指定があり、これをついばませてくれ、ということでした。表情とかの指定はなかったので、こう、適切な感じに。できました。シンプルで良い感じですね。線を入れます。パインくんは抽象的な感じで、シンプルに仕上げられそうですが。カナリアはカナリアなので、こっちの方が難しそうですね。こんな感じかな。羽が難しい。カナリアは一旦保留にして、パインくんをやっつけましょう。こういう表情が、一番楽しいかもわからんな。カナリアをなんとかしましょう。忠実な描写は無理でも、こう、雰囲気くらいは。ごまかせたか？塗ってみて考えましょう。まずは、ざっと一色で塗りまして。影をつけていきます。こういう顔の影付けが、一番楽しいかも。葉っぱを、ポップな感じで塗って。本体の色を調整し。照りをつけ、ちょんちょんをつけて、それらしい感じに。あとは、カナリアを塗っていきます。モコモコっと、するように。できました。かわいいね。こんな感じの、つるっとしたシンプルなキャラクターも。あるいは顔だけのアイコンとかも、何でもリクエストするだけ言うよ。皆さんの思いを、バーチャルスケブに届けよう。終了。